次の来てますけど、宮台真司さんが刺される事件がありました。お二人とも普段から過激な発言をされてますが、今までの人生で刺されそうになるほど危険な目にあったことありますか？僕一切ないんですよね。うん。ここまではないですね。なんか変な人に絡まれるとかありました？あー。恵比寿の事務所に変な人が訪ねてきてるのはありましたね。あー。うん。俺わかんなくて。うん。立ってんですよ、事務所の前に。ほいほいほい。で、なんか、こんにちはって言うから、あ、こんにちは、何しに来たのって、えっつって、え、俺に会いに来たのって、あ、そうです。こう寒いから上上がれよって言って、上上げてあげたんですよ。ちょっとお茶飲んでて、じゃあ帰りますって帰ったんですよ。何しに来たの？いや、そして帰ったんですけど、その後、警察から連絡あって、なんか、よそで犯罪を犯して、逃げてて俺のとこ来たって。逃亡犯だったんですか？そういうのがあったんですよ。でも、俺は意外と優しく包んじゃったから、あれだったんですけど、あれでなんか俺があの時はお前何やってんだって言ってたら、俺もなんか刺されたんじゃないかなと思って。でも、ある種犯人隠匿罪ですよね。そうですね。かかまってる。全然わかんないんだけど、たまにあるじゃないですか。放送直下になりたいからだって言って、僕のとこ来ることはあるんですよ、人が。割とそうなんか、全然知らない人が来るっていうのはちょこちょこあることなんですね。以前は結構ありましたね。放送作家になりたいっていうので、結構ありましたね。うん、でも、そしたらちゃんと開けてくれてお茶出してくれるんですね。それこそ四国から来たとかね、北海道から、なんかもう、片道切符で来てる人もいるから、邪険にできないじゃないですか。まあ、でも邪険にもできないですけど、全員雇うわけにもいかないじゃないですか。そうそう。でも、その時に、じゃあ、そこに机座って、好きな企画書書いてみたって、書かすの。はいはい。はいはいはい。そうすると、大体作家になりたい人って、好きなタレントの名前から入っていくんですよ。ああ、はい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 。何々を使って何々をしたいって。はい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 。だからその時に、タレントなんか捕まんないから、今はそういう人気者は、うん、タレント名カットして、企画から入るって言うんですよ。はいはいはい。そうすると、今まで自分はこのタレントを使って、タレントさんを使って企画を考えてたんですけど、そのメインがなんか、メインディッシュがなくなっちゃうんだから、とりあえず自分のネタで書け。そこ100本かけてるんですよ。あ、で、誰でも使える、じゃあ、どんな状況で誰でもできる企画っていうのをいっぱい書いとけば、それはどこにでも持ってきますもんね。うん。北野武さんがやるんになると、武さんがダメって言ったら、もう全然成り立たない。武さんで、例えばビートたけしやるって言ったら、武さんのギャラ知ってるのかはいはいはい。500万持ってくぞって。はあ。その時点でできるわけねえじゃないか。なんだろう。チャンネル登録とか、高評価するの、本当やめてもらっていいですかね。いやいや。黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか。